ワンタイワンプロジェクト2023北起人の藤井元気です、えー。今日は協力していただいているリンケネオさんをこちらにお呼びしてお話し聞きたいと思います。はい、11月8日もですね、いよいよ、 だんだん迫ってきて、緊張感があるんですけれども、4年前ね、ワントアイアンプロジェクトということでえやってですね、で、蔡英文さん応援するぞということを言いまして、その時に我々が予想した、または皆さんに言ったことはですね、これは台湾が本当もう関ヶ原だと、もう大変な世界のもう一番の注目点になっていくでしょうと、そして米中対決のこの一番の焦点が 台湾になると。それを言って、えー、実際、それ以降の歴史はですね、それを証明してくれたと思うんですよね。はいうん、まさにその通りになってきたと。はい、で、えー、蔡英文政権も第2期でですね、はいえー、着々と歩みを固めてきて、はいまあ、今日に至ってるんですけれども、はい、ここに来てね、その間、うん まあ4年前だと米中対決っててもピンとこない人もいたかもしれないけど、今ピンとこない人はいないですよね、はい。うん。そしてまた、台湾が大変実力をつけた国家であって、そのまま焦点になるということこれも誰も否定できなくなったと。いうと、今度の11月8日のイベントはね、我々としては、 どういう会にしていきたいという思い、そのリンさんはありますかそこら、からお話11月8日のこの会は、4年前とどう違うかというと、4年前の蔡英文政権の2期目に向けて、そして蔡英文政権は着実に2期目のいろんな難しいこと、いろんな困難を乗り越えてきて、そして中国の あらゆる一角にもですね、屈することなくですね。ええー、ずっと頑張ってきたわけですけれども、で、これからいよいよあの大政特政権の誕生なんですね。で、その大政特政権の誕生がですね、そのす,、ま、すなわち、この台湾がですね、これからずっと平穏に行くっていう保証でもありません。大政特政権の後にですね、ますます。 ののの両国間連携が重要になってきますなぜかというとこれからますます日台間の共闘の問題はこれからの中国をどうするかとこれから中国の脅威はどうするかということは日本だけでも台湾だけでもあるいはアメリカだけでも対処できないことになるんですけれどもこれは絶対これから 新しい事態になってくるんですねつまり日体の新事態に突入してくるわけですね。この日体、新事態はですね、我々は今まで以上に連携しなければいけない。この連携とはですね、必ずしも政府間だけの問題ではないですね。日体間の連携はですね、一番重要なのは、実は日体間の 民民民間国民と国ととの連携なんですねなぜかというと世界のどんな国よりもですね日体感のような情と情でつながっている国は存在しないですすべての国はですね利益と利益のためにつながっている場合があるんですねしかし日体感はですね情でつながっているんですねこの情でつながっている 国はですは台湾にとっての日本日本にとっての台湾台湾人にとっての日本人日本人にとっての台湾人はお互いに不可欠な存在なんですね我々の運命に関わってくる存在なんですしかし今回の11月8日はまさに新事態の節目になってくるわけですこれから新事態に突入していくわけですから 台湾からの応援もいっぱいやってきます、そしてぜひその場で,です、ね、日台両国の国民がです、ね、一致団結してこれからの新しい時代に向かっていくという姿をです、ね、この全世界に見せたいしそして、その日から新しい歴史を作りたいと思います。ぜひ 一緒にその歴史を作ってくださいそして歴史の承認だけではなくて歴史の当事者になってください僕も藤井さんもそのままいます台湾からのこれから将来台湾を担っていく人間もやってきますできれば その場で彼らに日本人がいかに台湾を応援しているという姿をですね、実の姿を見せてほしいと思います。これは台湾人にとってはですね、かなりの勇気になります。そして台湾人の勇気があれば、これからの困難、特に中国。 のこのような横暴な政権のに向かっているそ、のその直面しているその困難は、台湾人が乗り越えていけるようになる、もちろん日本と一緒に頑張っていこうと思います、ぜひその歴史の瞬間に参加してください、そしてこれからも台湾と日本がですね一体に頑張れるように、一緒に頑張ってほしいと思います。 まあ、我々が強いて言えば、新しい歴史を作っていくっていう、そういう自覚ですよね。ですから、今までだとね、僕はね、日体友好とか、日体親善でよかったと思うんだけど、これからは、この11月8日以降は、日体共闘ですね。共に戦う。リズム的に戦う。その第一歩になると。言ったら、これはまあ、強いて言えばですね、このベルリンの壁を壊しているときに、そこに参加者たちがいますよね。その場にいた。そして実際に、 あの。Yeah, no. 東大ドイツが一体になるというそのまま歴史のその瞬間に参加した人たちがいるわけだけども、はい、僕はそういう感じだと思うんですよ、はい、ここから新しい日体新時代が始まると、はい、その場に来ていただいて、はい、単にそれを林さんおっしゃったように承認になるだけじゃなくて、はい、歴史を作っていく、自分が歴史をクリエイトしていく歴史に参加していくっていうね、はいうん、その実感を味わってほしいと、はい、そしてそれをより多くの台湾人にも日本人にもね、うん 知らしていく、うん、そういう役割を担っていただきたいと。はい。それを一緒にやるのが皆さんだと。はい。いうことです。はい。はい、ですから、これは単なるちょっとした集会に行って参加するということじゃなくてですね、新しい歴史を作っていく第一歩。一緒に皆さん新しい歴史を作っていきましょう。はい。という呼びかけです。はい。ですから、どうしても現場に来ていただきたいと。はい。そしてもって、それを立体の一体化共闘体制を 実感していただきたいと。それが我々日本人にして台湾の同胞に対してですね、台湾の仲間に対してできることだと思うんですね。はい、歴史を一緒に作っていきましょう、はいそ。そしてぜひその場に皆さん来てください。そして、はい、え歴史に参加してください。はい、そして歴史の承認にもなってください。うん、私も林さんもその場にいて皆さんとその場でお会いします。はい、そして一緒に歴史を作りましょう。はい、必ず会場に来てください。はい、我々。 お待ちしています。11月8日、会場にてお待ちしております。会場でお会いしましょう。会場でお会いしましょう。